息子が泥だらけで帰ってきているんです。何もなかったと思いますで済まさないでください。ですがお母さん、子供の喧嘩なので。ただの子供の喧嘩？ここ数日間ずっとこんな感じなんですよ。ただの子供の喧嘩で済まされるお話ではないです。どういうことかしっかり話してください。ですが犯人を見つけるとなると難しいかと。もう結構です。私が直接相手の親御さんにお伺いします。息子がいじめられた言うて帰ってきてるんです。土いっぱい顔につけてね。先生もまだお若いから親の気持ちは全くわからんと思うけど、同じような年の子もただわかるわ。だからもうここは何も言わんと。もう何も言わんと。ね、私の質問だけに答えて、森本さんとこの子やね。え？ねえ、今ほら眉毛ピクって動いた。目もピクって動いてんね。でも、はい。何も言わんと、何も言わんと。もし森本くんだとしてもどうするんですか？そいつもいいよ、燃やしにくいに決まってんや。